はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回もですね、タミヤのアルファロメオ 155V6TI、ICR 仕様ですね、の制作の続きをやっていこうと思います。で、まあ、前回の動画では、ボディの塗装を全部やりましたので、あの後一応軽く1層だけクリアを拭いて、で今からデカールを貼っていこうと思います。はい、まあタミヤのね純正デカール使うので、苦戦するかもしれないですけれども頑張っていきます。はい、じゃあアングル変えてやっていきます。はい、そしたら早速作業をやっていくんですけれども、まあ、今回僕の場合このドアをね切り離してしまってるので、まずねさっきこのドアをボディに止めてからじゃないと、ボディからドアに連続してかかってるデカールが貼れないので、まずこれをねここに、あ、ボディにドアをセットしてあげて、貼れる状態にしてあげます。まずねだこういうのもあるのでね、ある程度ちゃんと位置決めとかそういうのをしておかないと厳しいんですよね。まあ、基本的に表側にデカールを貼るので、表側にマスキングテープを貼っちゃうとね邪魔になってしまうので、裏側から留めていく。こんな感じでちゃんとラインが揃うように気をつけながら、まあ、デカールが裏からだけだとねちょっと若干不安があるので、表側のデカールがかからないところはテープで留めておこう。この辺はねデカールがかからないはずなので、ギュッと留めてこんな感じかな。で、あとなるべく固定してる箇所はね多い方がいいので、よし、こんな感じ、こんな感じで固定してあげて、デカールを貼っていきます。はい、そしたら早速貼っていくんですけれども、まあ、とりあえずタミヤのデカールっていうのもあるので、タミヤのデカールでカルトグラフじゃ、あ、カルトグラフだこれ完全に見落としてましたね。これカルトグラフって書いてますね、デカール、カルトグラフって書いてるので、あ、ちょっと安心。そしたらあっち使おう。よいしょ。ね、パッケージにも書いてましたね、カルトグラフってね、完全に見落としてましたね。実はカルトグラフのデカールなんで、まあ、結構これ貼るの大変そうなんで、こっちを使ってやっていきましょう。マークセッター、こっちを使って貼り付けしていきます。
で、まあ、とりあえずね、何はなくとも、マルティニストライプ、このストライプ模様をね貼っていかないと、全部の位置決めができないので、まずこれから貼っていきます。で、フロントカールからとりあえずやっていきましょう。結構ここにこう沿わす形でね貼っていかないとダメなんで、結構タミヤデカールやと苦戦しそうやなと思ってたんですよね。なんでカルトグラフで入ってるっていうのは非常に助かる。で、まあ、もう水でこうふやかしてあるので、これを貼っていただきます。何枚もの、ね、デカールをつなぎ合わせてこうやっていくので、各部分の位置合わせがちゃんとなるようにね気をつけながら貼っていきましょう。で、濡らした指でねこうやって押さえてあげると割と表面が馴染んでくれるので、そんなに大変じゃなさそうな曲面の部分はこれで沿わしていきます。なるべくね、マークセッターにも軟化剤が入ってるんであれなんですけど、マークソフターは結構あのデカール柔らかくしてくれるんで、こういう複雑な面に貼るときとかすごい重宝するのは重宝するんですが、あれは結構リスクも高いんですよね。あのデカールに対する攻撃性が高いので、結構デカールがダメになっちゃうっていうリスクが高かったりするので、使うときはねちょっと気をつけた方がいいです。あんまりあれに頼りすぎるっていうのは少し危険な気がするので、気をつけてあげてもらった方がいいんじゃないかなと思います。結構海外製のごめんなさい、ちょっと荷物が来ちゃったんであれですけど、海外製のキットのデカールとか、海外製のデカールとかでなければ割とね、ソフターなしで行っても意外となんとかなったりするんですよね。なんでなるべく使う必要がないときは使わないようにしてあげる方がいいかなと思います。あっち使うよりはこういうヒートガンとか使う方がデカールが傷まないので、傷まないというか、あのこのヒートガンではねデカールは溶けないので、その辺は安心なんですよね。マークソフター使うとデカールが溶けるので、デカールの強度によってはもうマークセッターつけた時点でもうベロベロに溶けてシワシワになっちゃったりっていうことが結構あります。特にタミヤのデカールとかはすごくね、デカール用軟化剤に対する耐性が低いので、まあ、弱いのでね、デカールが、なのでそういうことが起こってしまうので、注意が必要です。海外製のデカールとかみたいにね、もう
硬くてこんなもんどうやってはんねんっていうようなやつとかはね、あのソフト扱ってもいいと思うんですけどね。大抵のデカールはもうセッターとヒートガンがあれば大体なんとかなるのがほとんどですね。あとは慣れ。割とね、ちょっとずれたりとか、ちょっとシワが入ったりとかの場合、こうそこの部分にね貼ってる途中とかであればそこの部分にまた今度セッターとかデカルノリとか水を足してあげるとまたこうちょっと浮いてくるんで、それでちょっと修正してあげればなんとかなります。大体の場合は焦らずに貼ることが一番大事だと思います。まあ、こんな感じで焦らずにゆっくりと貼ってあげると、まあこんな感じでね、こう回り込んでるデカールですけども、こんな感じでシワなく綺麗に貼れます。これをねひたすら、こんだけの枚数ね貼っていくっていう形でやっていきます。ちなみに、僕は、カーナンバー6、アレクサンドロ・ナニーニの仕様で貼っていきます。これよく見たら5色ですね。ナリーニって書いてあるけどナニーニですね。こっちで貼っていきます。まあ、ナニーニはね、昔 F1 にも出てたことのあるドライバーで、結構ちょっと非常にね、かわいそうというとあれだけど、まあ、悲劇のドライバーだったりするんですね。最終的にはあれヘリコプターの事故だったかな、ヘリコプターの事故かなんかで利き腕を切断しちゃってレーシングドライバーを引退するんですけど、まあ、結構そういうな悲劇的なエピソードで有名なドライバーさんですね。とりあえずガシガシ貼っていきましょう。
というわけでデカールを全て貼り終わるとこんな感じになります。まあ、こっちサイドは、まあ、ドア切り取ってないので、もうほんと説明書通りに貼ったっていう感じになります。こんな感じで一箇所だけ、ここの部分、ここ向こう透けてるんですけど、ここは本来はダクトが開いてないんですよね。開いてなくて、メッシュのデカールを貼るっていう指示になってる部分なんですけども、今回僕はここスコット切り抜いてあるので、切り抜いたので、ここは後でエッチングメッシュを貼るっていう感じで処理しようと思います。ピントが合わないな。こんな感じで、まあ、他はそんなに特に苦労することなく貼れた感じですね。でやっぱカルトグラフのデカールなので、結構デカール自体はしっかりしてるので、マークセッター使いながら、マークセッターとヒートガン使いながら、貼っていって、まあ、こんな感じで綺麗に貼れたかなと思います。まあ、ちょっと何箇所かねちょっとだけ破れちゃったんですけど、まあ、それぐらいはタッチアップでしてあげれば分からなくなると思うので、こういうとこにこういうとことかちょっとだけ破れちゃったんですけど、まあ、これぐらいはタッチアップでなんとかなるでしょう。はい、こんな感じで、こっちの反対側ですね、こっち側は、ドアを外しちゃってるの、外すようにしちゃってるので、ここにドアを接着した状態でデカールを貼って、でパネルの継ぎ目のところでデカールに切れ目を入れて全部バラバラにしたっていう感じですね。こういう感じだから結構パーツをまたがってつくデカールが多いんで、まあ、このマルティニの G とか、あと後ろのこのマルティニストライプとか、この辺とかは、パーツをまたがって、貼るデカールになるので、必ずボディにつけた状態、この外したドアもボディにつけた状態で貼ってあげて、でラインをしっかり合わせてあげるっていう感じで貼りました。まあここにつけるつもりないんで、多少ずれてても問題ないっちゃないんですけど、やっぱりそこはねちゃんとしておきたかったんで、こんな感じでやっております。はい、でまああとフロント周りとかはこうなんですね。フロントのエンジンフードはこんな感じで、バンパーっていう感じですね。こんな感じになってます。でまあ、あとこのフロントのグリル周り、この辺とかはね艶消しの黒だったりとか、このヘッドライトの中はシルバーだったりとかっていう感じで塗装する形になるんですけど、まあ、艶消しの黒とかはね今塗っちゃうとこの後クリア拭いたら、光沢になってしまうので、艶消しクリアとかは本当に一番最後の最後に塗ろうと思ってます。だから、だからここもそうなんですよね。ここのナンバーポケットっていうんですかね、実車だったらナンバーポケット、市販車だったらナンバープレートがつくとこなんですけど、ここもセミグロスブラックの指定なんですよね。セミグロスブラックでその上に1枚、このちょっとなんて読むか分かんないけど、このデカールを貼るっていう指示になってるので、全部クリアとか拭いて研ぎ出しとかが全部終わった後に、まあ、窓枠とかもねセミグロスブラック塗らないとダメなので、セミグロスブラックを一緒に塗って、でデカールを貼ってっていう形でやっていこうと思います。なのでまあ基本的なデカールに関してはこれで全部終了っていう形になります。はい、ちょっとまあ貼る工程はねかなり早送りで、見ていただいたと思うので、ちょっと分かりにくかったかもしれないですけど、もうひたすらペタペタ貼るだけなんでね、もうちょっと今回は早送りさせていただきました。はい、こんな感じというわけで、まあ、次回の動画では、クリア拭きをやっていこうかな。まあ、ちょっとデカール貼ってあるんで、できれば最低でも一晩ぐらいは、クリア拭くまで時間を置きたいので、まあその辺ちょっと段取り考えながらやっていこうと思います。あと残ってる作業はね、これの仕上げ、ボディの仕上げをするのと、あと内装関係の色を塗るのとリアサス周りなんで、結構まだやることは結構あるんで、
順番にやっていこうと思いますので、まだ続きが見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。